hard as hell。 先週に引き続き、隣にゲストをお呼びして、今日は、ボビーバードが来るということで、ボビーバードなんていきなり言われても絶対誰も分かんないと思うんで、その辺を噛み砕いて、ボビーバード評論家の DJ 工藤氏、あ、僕そっち見ないように、今日はお話を伺おうかななんて思って。僕は何も知りませんから。いや、嘘をしてんじゃない。どうぞ。そうですかじゃないんだよ。そうですかで終わっちゃったじゃん。それは仕方ないな。終わっちゃったみたいな。いや、遠いんじゃない。遠いんじゃない。4月の9日10日にですね、芝浦ファクトリーに行く。本当？そう、芝浦インクスティックに。ああ、びっくりした。来ちゃう。ボビーバード、ボビーバードが来る。リッキーアンダーソンのボビーバード。誰なのそれなんて。そう、誰なんでしょうね。ジェームス・ブラウンのファンだったら知ってると思う。そうそうそう。ずっとなんかジェームス・ブラウンとずっと一緒にやってる。ピアノ弾きで歌も歌って。 JB ファミリーの人なんですよね。そうそうそう。深い深い。セックスマシーンとかもだって共作したんでしょ。らしいですね、資料によると。あの後ろでこう相打ち打ってるのはボビーバードじゃないかっていう。ああ、そうそうそう、ね、だボビーバードの声を意外とヒップホップの DJ もスクラッチでネタに入れてるんじゃないかっていう。 JB じゃなくて、まあルーツ、エリック B で人気が出たと言ってもよろしいでしょうか。うまいね、うまいね。愛の湯ガットソウル。そうそう、あれで結構ロンドンでもまた火がついて、ロンドンでもこの間あのライブやったらしいんですよね。あ、それから来てるんだよね。それからまた日本に来てると。奥さんも来るんで一緒に。リッキー・アンダーソン。この人もシンガーで。メッセージフロムソウルシスターズ。スーパーグッド。うわ、持ってるよ。ピンコリン。ファミリーのキャンディーズみたいな。そうそうそう。いやでも年代によってどんどんクビになったりとか辞めたりとかそういうやつよ。らしいですね。リッキー・アンダーソン、リンコリンズ、マーボーみたいな。でも JB が一番おすすめするのはこの姉ちゃんなんですよ。おばさんだろうけど。リッキー・アンダーソン。この旦那がボビーバード。で、この人たちが、芝浦インクスティックでいきなり唐突にライブやっちゃって。この写真いいね、でもね。JB なんだよ、それがね。で、さすがロンドンのね、DJ をまたが呼んできちゃうというらしいですね。あ、ソウルトゥソウルとか。ソウルトゥソウルの。ファミリーファンクションの。ファミリーファンクションっていうのが元なんでしょ。大元らしいですね。ついて今日はファミリーファンクション評論家の工藤さんに来てもらいました。ほら、前言ってたじゃん。あ、これ、この人。あ、この人。ノーマン J。あの、ゴッドファーザー・オブ・レア・グルーブって言われてる人ですね。すごいセーター着てるな。このファミリーファンクションっていうのがレアグルーブの着付け。ぽいみたいですね。あ、これ、要するにコレクターでしょ。らしいですね。詳しいんじゃないの。よくわかんないんだ。あれ、なんで呼んじゃったんだろう。じゃあファミリーファンクションはここで置いときましょう。置いとこう。じゃあこちらがソウルトゥーソウル、じゃあ G さんです。ジャージーさん、この間来ましたね。来ました。で、ここでソウルトゥーソウル評論家の工藤さんに来てもらいました。ヒロシ、レコードいいのもらったじゃん。あ、レコードいいのもらったから。ジャージーからカンちゃんのネタで2万円ぐらいするやつ。そう、日本じゃ1800円とか。1800円。すごいよね。ケイ君は買いましたけどね。うん、で、この人たちが DJ で来て、この2人がライブをやるという。こんなにないよね、曲が。じゃあ昔のライブとかレコードアルバムバーンとかけてそのままライブやったの。いや、結構出してるらしいでしょ。ねえ、もうこんなに。ほら、舞台にパンクスや大根投資のレパートリーよりかはある。ありそうだね。こんなにあんだよ。でも奥さんと一緒だから、やっぱり奥さんと一緒のデュエットナンバーもあるでしょ。なかったっけ。愛を語っちゃったりするのかな。分かんない、勝手に作っちゃった。これ今言って、これ今見てる黒人音楽のマニアの人が何言ってやんねんとか思っちゃうんだろうね。前もとからダメだな、レゲエの時に。すいません、どうも。僕たちでも一応かじってるだけですからね。来てほしいですね、黒人音楽の会社は。だから来てほしいですね、なんて言っちゃったのに。来るんだろう、絶対来るよね。でもまあ楽しみです。